足立チ議会は東京都足立チの地方議会。2020年9月25日に開かれた足立チ議会の定例会で白石正樹は少子化問題に触れ LGBT についてこんなことはありえませんが日本人が全部 L、全部 G となってしまったら次の世代を担う人が生まれない B と T は生まれつきだがレズとゲイについてはもし足立チに完全に広がったら アダチ区民が亡くなってしまう法律で守られているということだと、アダチ区は滅んでしまうと LGBT を差別する発言をした。白石の発言は事実に基づかない憶測や偏見で少数者を貶める極めて悪質なものであり、こんなことはあり得ないと自身で否定しているにもかかわらず、日本中が LGBT になると国が滅びるという点については、 論理的にも破綻している。足立区議会の鹿浜将議長と区議会自民党が10月6日、それぞれ白石に厳重注意を行ったが、白石は発言は撤回しないし間違っていないと考えている。当事者が深いと思っても別に良いと反発した。市民団体、足立、性的少数者と、とも、家族の会は10月13日、白石に、 発言の撤回と謝罪を求めるインターネット署名約3万3千筆を近藤や良育区長に当てて提出した。10月20日、区議会本会議で白石は謝罪と撤回をした。ありがとうございます。